本日は暑い中をお集まりいただきましてありがとうございます。今ちょっと調整をしてますが、今日は、はい、本当にありがとうございます。資料を提供した私たちが、この梅茶問題の経緯をご説明して、それが10分規模で、青木康さんのお話が1時間ぐらい入りまして、その後、井上桜木1分だけちょっと出ていただいて、あと感想、質疑応答の部分が10分ぐらい入りますので、よろしくお願いします。ではこれから始めたいと思います。よろしくお願いいたします。私たち2年前から梅茶を持ったりというのは、もうすぐ2年で、ね、発足しました。で、飯野紀子よりこの2年間の経緯をご説明したいと思います。よろしくお願いいたします。で、今までのこの経緯を簡単にだとお話しさせていただきたいと思います。資料が全部したんですけれども、お手持ちの資料の6ページの方を開けていただいて来まして、そして横浜市小中学校保育園の放射能問題ということに資料があります。で、こちら資料が6ページから9ページまでが、経緯をざっとまとめてあるんですけれども、この問題を語るときに、ちょっと混同しがちなんですけれども、学校に保管しているも の、 放射性廃棄物、放射能汚染物かな、それが2種類大きく分かれてあるんですね。私たちから見たら両方放射能が汚染されてて一緒なんですけども、一つがマイクロスポット対応といいまして、高濃度に汚染されているであろう、例えば、雨どいの下とか水はけの悪いところとか、そういうところのものを集めて保管しているものが、マイクロスポットっていうふうに私たち、呼んでいます。でそれとは別に、マスコミとか、テレビとか新聞とかで大きく取り上げられたのが、学校の水汚泥施設、雨水の再利用施設の汚泥ですね。こちらの方が高濃度にすごく汚染されている、国が、指定する8000ベクレルを超える指定廃棄物対応というもので、それが、学校内に保管されています。で、私たちが動き出したきっかけっていうのが、横浜市の、議員さんの井上議員さんが、市会で質問してくださったときに、そのマイクロス放射、最初はもともと放射性廃棄物の方を聞いてくださったんですけども、そういえばマイクロスポットどうなったって、質問してくださったときに、埋めちゃってたんですね。でそれが市民に非公表のうちで、学校の敷地内に埋めたっていうことが発覚しまして、でそれでちょっと待てよっていうことで、おいおいって集まったのが私たちのこの会の立ち上げるきっかけになります。で、正直、どちらかというとその指定廃棄物に申請されている方が、8000ベクレルこう出てわーってニュース性はあるんですけれども、そちらはすごくちゃんとというか保管されてたんですね。ドラム缶に入ってちゃんと、年に1回測定して、一応きちんと安全ですよという形で保管されていました。なのでそっちの方はちょっともう後回しでいいやっていうことで、私たちあまり取り上げてませんでした。でそれよりもこの梅ちゃん問題って言ってるんですけども、これ梅ちゃん方がやばいだろうと。でその時点で市は学校と保育園に埋めなさいっていう指示を出してました。で実際に4校梅、小中学校で4校、保育園でも、5つぐらいかな、埋めちゃってたので、このまま放っておいたら全部埋めておかれると。でそれはまずいなっていうので動き出しました。で、でその、埋められそうになっているものを私たち、学校を見て回って、どういう状況で保管されているかっていうのを、見ました。でこれ一例なんですけども、前岡中学校で、温室の一室に置かれています。で、ここはまあ結構いい感じ、良心的というか、アルミの、ものっていうか、アルミのシートでちゃんと、かぶってました。まあまあいい方かなと思います。でこちら秋葉中学校ですね。でこれ、何も使ってない倉庫がありまして、でそこにこうやって普通の家庭用の45リットルのビニール袋に入ってボンって置かれてたんですね。で他に何もないからすごい
しいっちゃいいんですけれども、逆に何もなさすぎて、これちゃんと引き継ぎを行われなかったら、このゴミ袋どう見ても捨てますよね。で、これ捨てたら、倉庫丸々開くんですよ。だから、あ、これ捨てて開いて、じゃあこの倉庫開いてるから使っちゃえっていう風になるんじゃないですかってことで、これちょっと置き方もまずいよねってね。で、一番問題だったのが、表示されてないんですね。で、倉庫にももちろん表示されてないし、このビニール袋のところにも表示されてないので、業務員さんから来て、もうどう見てもこれゴミなので、これじゃあまずいんでしょっていうことを訴えてきました。で、いくつか回って、土をお借りして測ったんですけども、こちらの方が後日測った結果2万3000ベクレルを超えてました。で、あと、こんなにひどい状況なんですけども、まだ小中学校はこれでもマシなんですね。っていうのは、小中学校結構場所があるので、ポンプ室だったり、プール横の倉庫だったり、例えばさっきの倉庫みたいに、鍵がかかって生徒が立ち入らない場所でちゃんと保管されてました。だけど保育園に至っては本当に敷地狭いので、そういう場所がないんですね。なので、こうやって横に三輪車映ってるんですけれども、三輪車の脇にこれも全然園児が通れるんですけれども、この状態で、置いてるんですね。で、これ開けた状態だから、ちょっと保管してる状態とは違うんですけれども、このビニール袋に入ったところに、あと U 字工、コンクリートの U 字工をかぶせて、でブルーシートでかぶせて、これでちゃんと管理してるっていうふうに、行政は言ってたんですね。で、これマイクロスポットで集めてたんですけれども、一応横浜市の基準で、どれぐらいあったら保管しなさいっていう基準がちゃんとありまして、6ページ見ていただいたらあるんですけれども、地上1メートルまたは50センチで 0.23 マイクロシーベルトで、かつ地上1センチで 0.59 マイクロシーベルト以下っていうので、この値だったらちゃんと管理しなきゃいけないよ、保管しなきゃいけないよっていう目安を出してたんですけども、市の測定の発表では、これは、この目安を、下回ってたものなんですね。なので今すぐ埋めていいよっていう対象だったんですけども、これ市の職員と同行して、で市が持っている測定器で計測していただいたところ、そのまで 0.6 マイクロシーベルト超えてたので、これもう数値もおかしいよねっていうことになって、私たちこれおかしいですよねって言ったら、もう本当市の職員さんとかも、いやもう計測器まあ当てにならないし、毎回値違うからとか言って、いやだからベクレルを測ってくれっていうふうにずっと言ってたんですけども、こういう状態でした。で、まあ、こういう状態を受けて、私たち行政とか、教育委員会とかの方に何とか要請行動をして、し続けたところ、発覚そのした年の年末ですね。それまでは市は、学校保育園に埋めなさいっていう指示しか出してなかったんですけれども、その、まあ、動いたお金がなんかわかんないですけれども、一応多分私たち動いた成果ということで、埋めなさいっていう一本の指示だったのが、埋めなくてもいいよって、埋めてもいいんだけれども埋めなくてもいいよっていう追加指示っていう形で方針が変わりました。で、それは私たちこう聞いて、まあ、その時点でちょっと一安心というか、どんどん埋めろ埋めろってなってたのが、まあ、一瞬ここで止まった感じですね。あ、これがそうですね、追加で発表されて、必ず埋めなさいっていう一本の指示から埋めなくてもいいよっていう発表した、記者発表資料になります。で、まあ、会としてこんな形でいろいろ行政と交渉したりしつつの、あと、まあ、外への発信ということで、これまあ一例なんですけれども、横浜国立大学で行われた国際シンポジウムで、まあ、パネル出展などで、この問題を発表させていただいて、まあ、国内外の海外も含めてのメディアとか、あと学者の方とかにもアピールをしてました。で、倉庫あるときに、ANN とかテレビがちょっとこれを問題にして取り上げてくれたんですね。で、そのおかげで、一気にやっぱり知れ渡りまして、私たち結構地味に行政交渉したり、あとブログで発信したり、ネット SNS 使って発信してたんですけど、やはりどうしても当該校のお母さんたちには伝わりづらかったっていうのと、あと本当に当該校のお母さんこそ動きづらいっていうので、自分の子供が行ってる学校の校長先生にやっぱり言うと、
なんちょっといろいろあるっていうのでなかなかあの情報が行き渡らなかったんですね。だけどあのテレビで流れたのでそれが結構一気に広まりまして、ね、今年に入ってですね、ニュースで流れたので、一気に新しいお母さんたちがいっぱい会の方に入ってきてくれまして、で署名活動とかもさせていただいてっていうことを重ねていたら今年の今年ですね、つい最近8月29日ですね、北部汚泥資源化センターへ移動しますっていうことが無事決まったっていうのが、まあ、すごくざっとなんですけどそんな流れです。でちょっとその発端になった福島第一原発の事故で汚染された指定廃棄物は12の都県で17万トンに上ります。横浜市ではこの廃棄物が子どもたちの近くに保管されていることが分かりました。こちらの学校では保育室の中にこのように指定廃棄物が保管されています。鉛で包まれたブランカーの中には泥が入っています。福島第一原発から風で運ばれた放射性物質に汚染され雨水を集める施設の中に溜まっていました。扉を閉めた状態でこの辺りの空間占有は1時間あたり 0.04 から0.07 マイクロシーベルに横浜市内の町中と大体同じ状態の数字を生徒が立ち入らないというのを、そして忘れ物などの管理をですね、きちんとして対象コードの建物の中で倒れないようにね、そのことを処置して衛生を管理しています。放射性物質の濃度が国の基準を超える指定廃棄物は国が処分することになっています。しかしどう処分するのか決まらないため横浜市内では17の小中学校と特別支援学校で合わせて3棟が保管されています。ああ知らなかったです。折り合いをつけつつでも早くっていうのが難しいですけど正直に気づきますかね。ご要望があればですね、保管の強化についても検討したいと、早期の処理に努力をしたいと思っております。こんな感じですね。でやっぱりあの本当に見ていただいたら分かるように何度も私たちの行政交渉を重ねてたんですけれども、やっぱりそのたびにあの埋めてもで、ね、埋めると安心だからとか、あと本当あの極端な意見で何なら園庭に学校に参っちゃってもいいレベルのものなんだよっていう意見だとかっていうのがやっぱ行政の声から聞こえてきてたんですね。であとやっぱ移動してくださいって言っても場所がないとか、あの住民の許可得られないとか、ひどい場合には移動する際の道路の周辺の住民の許可を取らないとダメだから移動できないとか、本当にもうびっくりするようなことを次から次と出てきたんですけども、やっぱりあの市民の立ち上がりですね、本当にたくさんの方が声を上げて自分の学校の PTA とか先生に直接声を届けてくださったおかげで、あの本当に急にあれよあれよというのに動き出したので、やっぱりそういう声の力っていうのはすごく力強いなって思いました。いや以上で、はい、OK です。ありがとうございます。では青木哲さんの話に入ります。青木と申します。よろしくお願いします。あの今、外略、地元でですね、この問題取り組まれてきた方から、報告されたわけですけれども、現状はですね、こういうふうにあのご覧になりますかね。今回の問題は、僕なんかは核廃棄物っていうふうに言ってるんですけども、核廃棄物をですね、学校や、保育園等の教育施設にあの保管放置していたという問題です。で、
まあ、皆さんがですね、本当におかしいよっていう、こんなの、子どもたちが教育成長していく場所でですね、こういうものが保管されてるのはおかしいよということで、まあ、いろいろ取り組まれてきたわけですけれども、もっとちょっと俯瞰から見るとですね、本当に大変なことをしているんですよ。僕はまあこのお話を聞いて、月刊誌の紙の爆弾というふうに書きましてですね、でいろいろ報告をしていったんですけども、やはり学校になんでこんなのが今まで保管されてたんですかっていう、こんなことがなんでその放置されてきたんですかっていうのが、やっぱり皆さんの第一番目の感想ですよね。で、結果的にはですね、今報告されましたように、撤去先については、横浜市が、管理しているですね、まあ所有しているということだったんですけど、北部おでい資源化センターに、持っていくと。で、どういうところなのかといったら、18.5 ヘクタール、こういう広大な、ところにですね、まあ、100平米ぐらいの、建屋を作って、で今年度中に、今年度ですね、だから来年の3月31日までに移管する。で、何を移管するかということなんですけれども、123、でこれはですね、そこにちょっと書いたんですけども、こういう分け方になってるんですね。廃棄物と、除染残土で、ですね、なんで廃棄物と除染残土があるんだろう。これ皆さんちょっとお見聞きされたと思うんですけども、横浜市はですね、雨水を再生利用して、それをトイレの水だとかそういうのに使う、そういう、施設を持っていたわけですね。でそれが何個かあってですね、でそこからその雨水処理施設の沈殿槽、屋上からですね、雨水をずっと引き込んで、で、その水を再利用するためにですね、スクリーンを通して、さらに沈殿槽を通して、で、土砂類、土ぼこりだとかそういうものは沈殿槽で沈殿させた上で、上水を、トイレの再生利用に使うという、そういう施設。その沈殿槽に溜まっていたおでいが高濃度に汚染されている。で、汚染の度合いによってですね、その指定廃棄物、8000レベルの以上は指定廃棄物、まあ、3000から8000っていうのは汚染廃棄物として、取り扱っている。で、指定廃棄物、汚染廃棄物、これはどう違うのかというと、指定廃棄物は国が、まあ、環境省ということですけれども、処理責任を。で、汚染廃棄物については、市町村が処理責任を負うという、そういう形になっていた、その廃棄物、おでいから取ったために、廃棄物という名称です。で、さっきマイクロスポットのお話が出たんですけども、これは除染ですね。つまり学校敷地内がですね、高濃度に汚染されて、後でちょっと説明されしますけれども、高濃度に汚染されていて、それをですね、かき出したりして、すごくですね、水なんかが溜まってるところについてはかなり掘っていかないとですね、汚染が
ないということで、それを書き出したり書き出したりしたら、その除染残土が出てきたんです。それがここに書いてますけど、小中学校で16個で、保育園で、14件。これがさっき、飯野さんからご説明あったようにですね、まあ比較的適当にですね、そこら辺置いてる。で、記録に残っていたのは16校だったんですけども、その小中学校は16校だったんですけども、それ以外にですね、記録に載せる前にとりあえずその除染したやつについて、埋めちゃえってことで、埋めてたところが4個。それで、今回の対象、廃棄物については全て先ほど言った、市民がセンターの方に移管している。で、それ除染残土についてはですね、埋め立てたものはそのままにしておく。で、保育園は、14園のうち9園、なぜかというのをちゃんと聞いてないんですけど、まあ、したがってですね、除染残土のうち、この間、皆さんがマイクロスポット上の問題ということで、問題されてきたやつで、すべて解決したわけではないんです。なんで、一部分は、資源化センターの方に撤去してですね、一部分はちゃんと、皆さん方が興味を失わないようにですね、いつまでも押し続けるっていうようにしようとしてるのかっていう、それちょっと後でお話します。現状はとりあえずそういうことなんです。東京の東村山に住んでまして、自己紹介になってます。ずっと、ゴミ問題、もう二十何年ゴミ問題に関わってきます。で、まあ、もともと研究者だったということもありましてですね、廃棄物資源循環学会にはずっと、関わってきていまして、で、311以降、がれきの問題なんかでですね、要するに放射能汚染物と、がれき、災害廃棄物、まあ、がれきのことを災害廃棄物のことをがれきっていうわけです。そういうのを両方ですね、取り組む人間がいないっていうんで、まあ、比較的その、全国の市民運動の皆さんに便利に使っていただいて、取り回していたっていう。で、今は東村山に住んでるんですけども、今日はですね、皆さんのお手元に、資料があります。で、今回は35ページ、大体ひどい時に80ページぐらいの資料を作って、とにかく資料皆さんにお渡しするのは趣味みたいな。で、ですね、資料は、何のために作ってるかというと、皆さんがお家に帰ってですね、今日どんな話があったのかというのを思い返していただくために、いろいろな文章だとかっていうのも載っけてます。あの話は聞いてた時分かりづらかったけれども、あ、そういうことだったのかということを後で復習していただくためにです、いろいろ載っけていまして、で、最初の 3,4,5 が、今日お話しするところです。レジュメにしています。で、それに大体沿って話を進めていきます。で、その3ページ目、最初ちょっと 見ていただきたいんですけども、今大学、ちょっと
お話ししましたが、事実経過については今大体お話ししたような内容です。で2番目にですね、現状の補完の実態と今回の分離移管方針と背景という書いてあります。で先ほど、ドラム缶に、廃棄物、まあ、ドラム缶に保管されているのは廃棄物です。で指定廃棄物、汚染廃棄物、携帯は先ほど皆さんが、写真で見られた、この中にもですね15ページ、今日お見えになっているこの問題ずっと取り組んでこられた井上さくらさんのホームページ15ページ、ここから拝借した写真なんですけども、先ほど、パワーポイントの、で、描写されたドラム缶ですね。で、このドラム缶の中に放射性物質8000以上、指定廃棄物の場合8000以上で3000から8000封入されてるわけですけども、これドラム缶の上になんかアルミ箔みたいなやつありますよね。これ鉛なんです。で皆さん鉛だと放射線を遮断できるっていうのをちらっとどっかで聞いたことありますよね。これ鉛箔だとですね、ほとんどできないんです。まあ、形だけです。まあ、うまくいって 50% ぐらいですね、遮断できるということはあるんですけども、遮断できるということじゃないんです。完璧に。で、この写真の真ん中に、なんか棒が出てますよね。これ、ご存知の方でしょうか。安全弁。なんで安全弁なの。さっきの廃棄物のお話ちょっと思い出していただきたいんですけど、薄い利用施設の、再生利用システムの沈殿層の汚泥を拾ったやつ、この廃棄物で汚泥なので、やっぱり有機物が入ってくることがあるんで、まあ、葉っぱ類だとかそういうものもですね、細かいものが入ってくることがあるので、そういうのは当然、高温の場合はですね、腐敗発酵してメタンガスが出てきます。でメタンガスが出てきた時に爆発するんで、爆発するとやはり大変ですよね。放射性物質のドラム缶が爆発するわけです。もう大変なんです。それでそれをガスをちゃんと、弁によって安全弁によって抜くようにしてる。それでこれで安心だっていうのは横浜市 の素人の皆さんのお考えです。で技術系がこういう話を聞くといろいろなことを考えるんですよ。いろいろな可能性について考えるんですね。例えばそのドラム缶、このドラム缶はこの写真はポンプ室なんですけど、いろいろなところに置いてます。そこが密閉されていたときに、そのメタンが、メタンが発酵して、そのドラム缶は爆発しないんだけども、ドラム缶内にその閉鎖されたところだったら、その部屋自体が爆発する可能性あるんじゃないのというようなことも考える。あるいは安全弁が放射線の照射を受けてですね、安全弁は何年間持つんですか、そういう話も普通は考える。だからこういうものはですね、決して学校なんかに置いてはいけないもんだ。そもそもですね、なんでこんなものを学校に長い間放置していたのかという、まあそういうことを一応ですね、ちょっと、2番目
のところではあります。でそもそも論の話で3番目3ページ目の3番目なんですけども、学校保管何が問題なのかということです。まず一番置いてはいけない教育施設に保管奉仕してきたということなんです。で なんというひどいことだったんでしょうかというぐらいの話です。で我々が放射能汚染問題でやっぱり多くのですね、東日本中心にその被爆、放射性物質が拡散されてですね降り落ちまして、で多くの場所からそのお母さんたちが子供を連れてですね、遠くは沖縄九州で北陸関西までずっと皆さん逃げられた時にやっぱり子供のことを考えて逃げたわけですよね。ほんでちょっと振り返ってみたらそういうことをやってる一方でですね、ちゃんと学校に大事に大事に5年間も保管してたようなところがあったというのが一体何なんだろうという。ですごくそのここに、倉田恵生さんという、その被爆問題の僕の先生なんですけども、ここに、放射線被爆は若い生命体に最大の影響ということで限りなく反生命的な毒性作用を持っているものであって、地球に存在する全ての生命体の生態機能を破壊し遺伝子を損傷し世代を超えて伝達していく。若い命があふれる校庭や園庭に放置することは行政が犯した犯罪行為だということまで彼は言っています。で彼はゴフマン研究会っていうのを作ってるんですけども、そのゴフマンがですね、アメリカの原子力のもともと研究者だったゴフマンが、示した集団的被爆線量という考え方があるんです。つまり、放射能の汚染その被爆による影響ということを考えたときに、その1万人に対してそれ1ミリシーベルトでどういう影響があるのかという、そういう単位でものを考えないと一人一人、私は大丈夫だったんだ、だけどあの人は大変そうだな、じゃああの人になる確率がどうなのかという話じゃなくて、もっと、違う概念でこれ放射能の被爆問題を考えていかないと、つまり1万人に1ミリシーベルト同様に被爆が与えられた時にどういう影響が出るかというような見方をしていく必要があるんじゃないか。でここに、ちょっと4ページに入りますけれども、1万人に1ミリシーベルト、これ0歳で30人の癌死、10歳で20人、20歳で10人、46歳で1人、これ見ても明らかなようにですね、若い人ほど被爆による影響というのは受けるという、こういうことが、この研究者でもあった倉田さんが、なぜ学校なんかに放置していたのかという。でもう一つは、今回その8000という値もよくお聞きになったと思うんですけども、そもそも原子力等規制法ではですね100ベクレル でよくこれ間違われるんですけども、放射線対象、放射線対象、放射線汚染対象特措法というのが、2012年の1月に1日に施行されて、
そこでその8000ベクレル以上の指定廃棄物については環境省が、処理責任を負う。で8000以下は市町村に埋め立て処分していいっていうの。それがまあいつの間にかいろいろその解釈が変わってきてですね、8000以下だったら燃やしていいとかですね、いろいろそのああいう学校を今で保管してて、そんなことは何も書いてないんです。市町村が処理8000以下についても市町村が処理責任を負うという場合もですね、市町村の埋め立て処分場にちゃんとその所在が分かるように仮保管しておかなきゃいけないという法律なんです。それがいつの間にか学校に保管されてよしというようなそういう話になって、で、100ベクレルはその特措法が成立したから100ベクレルはなくなったわけじゃなくて、今もこれは生きてる法律。だから専門家の中にはですね、こんな特措法を作らないで100は100でもう基本原則として国際的にも定められてる100っていう基準があるんだから、それはそのままにしてですね、特措法なんか作らないでとりあえずその特定の、まあ暫定的っていうよりも法令でですね、現状で100ってやったときに日本中、東日本中が100以上の状態になっている中でですね、まあ短期間の間、まあ8000にしろ何にしろしょうがないものとして法律、政令なんかで適用していくという対応を取ればよくってですね、法律を作ったこと自身が間違いじゃないか、そういう意見もある。だから今も100は生きてる。で先ほど言いましたように、その特措法でも埋め立て保管、市町村の、管理型の処分場への埋め立て保管、仮保管ということで認められていくわけで、学校に保管するのはそれはどっから見ても効率いい。でこの、まあこの問題なんでこういうところまで来たのかということで、次に何が問題か、なぜこれまで放出されてきたのかというのをちょっと聞きたいと思うんですけども、一つなんか収めたやつがトンネルみたいな、まあ311の福島第一原発事故によって、汚染がですね、どのようになったのかっていうのを、これ皆さんの、12ページ。で資料の10ページをちょっと見ていただきたいんですけど、ここの10ページのやつがここに出る予定だったんですけど、なんか出ないんですけど、これを見ていただいて、この10ページと、この12ページのやつを見ていただくと、ちょっと驚くことが分かるんですけども、例えば神奈川は、従来原発事故、従来接種無料がですね、ゼロ、まあ当然といえば当然、それが7730という単位ですね。で千葉県で1万、群馬県で1万、茨城県で4万、山形で2万、東京で1万7000という、これだけ利用したわけです。で、
波大学の早田由紀夫さんが作られたこれ、マップなんですけれども、これは何のマップかというと、市町村の一般廃棄物の焼却施設で焼却した後の焼却灰の汚染度です。紫が最高に汚染されていて、赤だいだい黄色という感じで、だんだん汚染度が下がってくるんですけども、神奈川、東京を含めて、市町村の焼却施設でゴミを燃やした時の焼却灰がこれだけ汚染されていた。何千ベクレル、場合によっては何万に、赤の場合は何万に到達します。でこれ、ね、なぜ焼却炉で焼却炉の焼却灰がこれだけ汚染されたのか皆さんご存知ですか。今、市町村の焼却炉では生ゴミは可燃ゴミとしてほとんど燃やされています。で、剪定ゴミ、木とか枝、そういうゴミも燃やされています。先ほどって言いましたように、福島第一原発事故によってそういうものがですね、極端に汚染されて、それをそのまま燃やしていましたから、その焼却灰がこういうふうに、でこういう流れの中で これ首都圏拡大した場合、まあ神奈川県も相当広いで、当然その学校施設に不純した土ぼこり、あるいは、校庭、園庭がですね、汚染されてて、かなり放射能の高い空間線量を示すということがあったということは、これで大体お分かりになると思います。で、こういうのを、そろっとですね、まあ、こういう状況の中で、ある意味ではきちっとですね、各園庭を空間線量を測って、でそれを除染するという、で除染したら当然、除染残土、取り除いた土だとか、そういうのをどうするか、そういうことを当然考えなきゃいけないんですよね。で考えてこなかったのが日本の環境省、除染したやつをどうするかっていうのは何も決めてないんです。決めてないから放置されている。指定廃棄物については一応曲がりなりのこういう基準を決めて環境省が処理しなきゃいけないというふうにはしていたわけです。ただそれも適当である。で除染のあれも、決めていなくてですね、適当だった。その結果今回放置されるような事態がずっと続いてきた。今回の問題について横浜市は何と言ってるか、環境省が発生源で保管してくださいというふうに言ったので、発生源である学校に保管をしてきたというふうに。で環境省に聞いてみると、環境省はそんなこと言った覚えはありません。環境省が言う発生源というのは、ある意味では都道府県、あるいは自治体ですね、発生自治体で保管してくださいと。先ほどお話をしました法律上の決め事から言ってもですね、市町村が処理処分する管理型の埋め立て
処分条件を持ってます。そこで保管しろということだったんです。発生源に横浜市だけ相手にしてですね、話を聞いてて、横浜市はその環境省がそういうことを言ったから、で環境省も引き出して、環境省がこんなに学校に保管しろというふうにあなた方言ったのかって。いくらなんでも言えませんよね。私たちが指示出しました。だから発生源はその自治体で、それ発生元である自治体だと。発生源というのは環境省は発生元だからって、発生元の自治体のことを言ってたんだ。で、じゃあなぜ発生源で処理しようという、例えば今回指定廃棄物はわずか 2.9 トンです。で、こういう廃棄物、その他の汚染廃棄物を含めて10トンです。10トンって言ったらですね、10トン、まあこのぐらいの、あの水を溜めたりでいうとこのぐらいのエリアの、あのもちろん10トントラックで1回ドラム缶に入れていけば、まあ2回か3回ぐらいで運べるぐらいの量です。そんな、なぜ学校に保管しなきゃいけない、どっか持っていて。で、それをしなかったのは、環境省が2012年の閣議決定で指定廃棄物の処理にあたってはですね、発生源の自治体で処理するんだというのを決めているので、この横浜市の場合も、もし横浜市だけどっかへ運ぶということで、持っていけばですね、あ、ごめんなさい、その前に環境省にですね、じゃあ この程度のものだったら東京電力の敷地でも何度も運んでですね、持っていけばいいじゃない。そうすると県を超える対応になるんでですね、先ほどちょっと言いました、閣議決定で、放射能汚染物については指定廃棄物を含めて発生元の自治体で処理するっていう決まりを持っていたんで、その環境省としてもそういう指示はしなかったっていう、そういう話だった。だからこの2011年の、11月か12月の閣議決定ですね。で、その閣議決定の時には小中学校でこれだけの指定廃汚染物が出るっていう事実はまだ分かってないんです。分かってない前の閣議決定に縛られるっていうのは、まあおかしいんじゃないですか。もう一回これ検討し直したらいいんじゃないですか。あるいは環境省と、これは学校内の問題なんで環境省だけの問題ではなくてですね、文科省を含めてちゃんとですね、今学校施設内に保管したり埋め立て保管している分については全面的に撤去するように検討したらどうですかっていうのを今ちょっと話しました。今言ったようなそういう流れの中でこれまで一応ずっと放置されてきたという経過があります。で、5ページ目、急転直下ですね、この撤去が決まった病院と見えてくるもの、ちょっと考えてみるとですね、5年間これ何やかんやでですね放置してきたわけです。横浜市と横須賀でもその除染残土の埋め立て処分問題というのは横須賀でも同じ問題を抱えている。鎌倉でもそう、東京大田区、千葉の白石、埼玉県の八潮市、
すべてこの問題、あ、もっと今名前が上がってる、我々の方が情報としてキャッチングしたとこだけなんで、ほとんどはこういう形で除染して、除染した、除染残土、これは学校施設内に埋め立てています。で、この問題に対してですね、とにかく取り組んでいけという、そういう中で、横浜市の場合は先ほど言いましたように、学校施設内から、周りなりにも、撤去する、そういう場所を示してきたわけです。ほとんどのところは、引き受け先がないとか、引き受け先で問題になるからとか、いうような理由で、まあ、横浜の場合もこれまでそういう言い方も含まれてきたと思うんですけども、5年間。で、ここでなぜ解決したのか。これはですね、私は保護者が市民の実際のこういう撤去しようという活動がメディアと結びついたからじゃないかなと。先ほど井野さんのお話にあったように、TBS でしたかね、10ちゃんですか、10ちゃんで取り上げられて、でその後神奈川新聞で1面3面で大きく取り上げられて、でその後 TBS の噂の東京マガジンでも取り上げられて、これ誰が見たっておかしいよねっていうね、学校にこんなものをやっとくのおかしいよねというふうに問題が広がり始めたので、慌ててですね、慌てて誇りを収めようという。ただ、さっき言いましたように、廃棄物と除染残土を区別してですね、一旦埋め立てたやつはとにかくそのままにしとくんだというふうに今なってるんですけど、なぜ区別立てしたと思いますか。行政はですね、洗礼主義ってよく言いますよね。で、住民サイドにとっていい洗礼を横浜で今回作ってくれればいいわけですよね。学校からこういう汚染物を全部撤去するということを横浜でもうやり始めたんです。そしたら関東近辺の市町村の、小中学校保育園で埋め立て処分してるところっていうのをみんな掘り返してやんなきゃいけない。そういうふうになっては、横浜市としてですね、他の市町村にご迷惑をかけるんで、この分はね、ちゃんと埋め立ててる分はそのままにしておきましょうと。で、指定廃棄物っていうことで届けてるのは横浜市だけなんです。で、ドラム缶で、保管していた除染残土なんかもペール缶に入れて取り除いてるという、そういう 分についてはですね、そこまできちんとしてやってきてるというのは横浜市だけなんで、その分だけはとにかく缶に、ドラム缶ではない、ペール缶ではない、缶に掘り込んでるやつだけはとりあえず移管しましょう。埋め立てたものは知りません。そこで線引きした。つまり安全性の問題だとか、これそもそもおかしいよということを考えてじゃなくて、行政官の勝手な都合です。そういうふうになれば当然文科省もですね、こういうのを一切合切学校から撤去してくださいという指令出さざるを得なくなる。そういう動きにつながらないようにここでちょっと宣言です。で、今後の課題は今お話ししましたように、おでん資源化センターという、先ほどちょっと出しましたけども、こうこういう広大な中に、100平米の建屋を作るわけですから、ここに一旦埋め立ててるやつも全部掘り返してですね、
はい、小中学校で、小中学校で4箇所、保育園で、5箇所なので、まあ簡単なもんです。ここに全て、この北郷で資源化センターに持っているわけなんです。でこれが当面 の課題だと。でその上でじゃあそこに持っていったやつを そこから先どうするかっていうと、指定廃棄物は環境省が処理責任を負っているわけです。で環境省に対して早く処理しようと。でそれ以外の汚染廃棄物だとかそういう除染残土についてはですね、東京電力に引き取らせるのが一番いいんじゃないかと。で、すでにこれは、新潟県の場合、指定廃棄物は環境省に処理処分されて、指定廃棄物以外のおでんについてはですね、東京電力と3年ぐらい交渉してですね、今年の3月に東京電力が引き受けるということを言わせてるんです。そこまで頑張ってる。一つの事例を作ってくれてる。ですぐ東京電力に引き取らせる。まあ、大事に横浜市持っておく必要はないと思うんですけど。で、まあ、今回の問題を通してですね、除染残土問題っていうのは新たに問題になったんです。で除染にあたって書き出した除染残土の処理についてはですね、基準値すら今もって決めていません。この間環境省に問い合わせて、これなんで決めてないのかっていうふうに聞いたらですね、大体まあ5年経って除染残土の全体の量が2000万ビューベル、大体全体の量の目処がついてきたので、それを今後どういうふうに処理処分していくかというので、それにあたっての基準をこれから審議会を立ち上げてやっていく予定ですというふうに説明しました。遅すぎるよって。基準も何も決めてないから、結局各学校で埋め立て、その現場で埋め立てたりそういうことをしてるわけです。もう大変なことをしてるわけです。でこの除染残土の、処理の責任は国があるということについては、これまでの経過の中で何度も認めてきて、でここにちょっとデリメンも書きましたように、それ以外何も決めてないということで、まあ、ここら辺についてもですね、もちろん横浜市だけの課題ではないんですけども、その東日本このエリアの、学校にこういう汚染物を保管しているそういう、全ての自治体の、まあ、課題としてやっぱりこの問題をやっていかなきゃいけない。で白石市、千葉県の白石市ではですね、先頃、今まで学童の子どもたちが遊んでた場所がですね、米県23、まあ、国の空間線量の基準のですね、約5倍ぐらいです、1.5 1.5 の数値を、示したので、おかしいなという。で学童の職員の人たちがここに進んでいきましたが、泥に保管された側溝のおでんが出てきたんです。学校内に、雨水を流すための側溝があって、で側溝にずっと溜まってたおでんがかなり高濃度だったというので、当時何年かも前です、泥に詰め込んで、でその泥に詰め込んだやつを
埋め立てってたんです。で、だんだん掘り進んでいくうちに4マイクロシーベルト、まあ今あの福島でもひどいところと匹敵するぐらいのそういう線量を、カウントしたので、改めて子どもたちが遊ばないエリアに埋め立て、またやっぱり校内なんですけどね、埋め立て直したということなんです。で、子どもたちへの健康上の影響ということが心配なんで、とりあえずエコ調査をする。エコ調査については補助金を出す、あるいは、もう一回ですね、そういう管理の、仕方をもう一回振り返ったときに、本当に今の時点でもずっと測っていって工程だとか園庭を測っていって安全なのかということをもう一回調べ直しましょうという、これはもう議会でも、確認されたことです。で、そういう取り組みもやってるところがあります。で、これは一つ、こちら側にとっても参考になる取り組みになっていくんじゃないかと思います。で、この問題はですね、ただ横浜の皆さんが、これまで本当に、熱心にやってきてくださったですね、悪いのは国であり、で、国の法律もちゃんと自分たちで理解しないでですね、もう国の言うがままに右流れでやってきた、横浜市がもう本当に全てこういうひどい状況をもたらしたのは彼らの責任だと思うんですが、それをまあこういう形で今回穴を開けていただいて、これを一つ突破口にですね、関東エリア、今上がってるだけでも、まあ、埼玉、千葉、東京、神奈川では横須賀、鎌倉っていう、そういうところでのやっぱり埋め立て保管 しているところについて完全にやっぱり撤去させていく。で、国として文科省としてその撤去方針を出させる、環境省もその後関連の、方針を決めさせるっていうところに、まあ、持っていきたいなと思っています。国会の臨海館なんかを使ってですね、環境省、文科省との交渉なんかを進めていきたいと思いますので、まあ、そういうことが今後の課題になってくるかなと思います。とりあえず私の方からはそういう形でちょっと、雑把でしたけれども、ご報告させていただきます。ありがとうございました。では質疑応答に移りたいと思います。どなたかございますか。あ、はい、あ、今女性の方でいいな、どうぞ。ああ最近この問題を知ったばっかりで、ただ地域の婦人たちと区内に6校の小中あるということで、全て電話でいつこれ提供するのか新聞出ない8月の頭にみんなで問い合わせぐらいが地域の保護者としてねできるんじゃないかということを伝えましたが、もうそれは直接行こうということです。で、1校だけ8月生徒の早い方で行きました。で、他はいろんなその団体としてもあれで9月1校に行って、まあ、伸ばしてるんですけれども、もう自分たちでできることということで実際に会いに行くということがちょっと軽くやってしまったので見れなかったんですけれども、場所はただ大変に心配してるってことは伝えました。それで全体像の中で私はこの保育園の埋め立てたっていうのが土のうという形でせめてね分かるなら、これは冬休みや春休みは言ってないですぐ移動せよっていうふうに思うんですね。とりあえず保管流れの地域は大して力がないものかもしれないけれども、
子どもが近づかない形になっているならば、長期休暇中に子どもに会ううちにっていうのも、彼女に伝えましたので、保育園のことは知らなかったんです。で、逆にそちらが埋め立てってあるのは保育園だって知ってましたね。やっぱり皆さんが運動してこられたことが伝わってるんだと思います。それで、緊急にやってほしいというふうなね、それは分かりました。はい、ちょっと21ページ見ていただきます。これ国が作ったですね、除染土壌の保管に関わるガイドラインという中の埋め立て保管のやり方を書いたやつなんですね。で、これは外の枠が、近づかないように、で、シートで、下からの水も防ぐ、上から降った雨も防ぐ、でしかもまあ容器の中に入れておく、で、周辺には排水口をちゃんと作ってですね、水たまりにならないようにする、で、それは常時放射線についてはですね、測定するっていう。で、保管といっても、埋め立て保管といっても、最低限こういうことをしなさいよっていう一つのガイドラインですね。で、こんなことは何もしてない人は分かりますよね。だから、今おっしゃるように、即刻ですね、とにかく場所はもう決まったんだから、汚泥資源化センター、立派な建屋なんて、これから入札をして、これから建てるんだって言ってましたけども、立派なやつが建てなくたって、その立派な形で学校だとか保育園で保管してるわけがないんで、今おっしゃるようにすぐ撤去しようというのは、皆さん方でお働きになってですね、横浜市に申し入れていけばいいんじゃないかと思います。もう一件、素人考えて、調べてみたら、環境省が除去したもの、土壌とか、除染したものといいますか、それが1都6県のうち5県までは、環境省から認定された分量があるんですね、はい、きちっと載っております。ところが、神奈川県は載ってません。ものも載ってません。ということは、そういうふうにこれをどうにかせえというふうな届け出さえしたことがないということが事実なんですね。これはね、一応35ページに、はい、僕は紙の番組月刊誌に書いた中に、まあ、神奈川の指定廃棄物 2.9 トンというのは一応届け出はやってる。ただ8000以下のやつについてはどのぐらいの量がですねあるかというのは、ここに本当に調べていかないとちょっと分からない。だから指定廃棄物というレベルですね、8000ベクレルの9グラムのものは 2.9 と今分かった。これで他にはないと言います。いや、だから、その33ページに下に横浜市の現状というのは一応ちょっと表にして書いてある。指定廃棄物は 2.9 トンで、おでんはその他8000以下のやつは 6.1 トンある。私が申し上げたいのは、少なくもその公立学校であったので、こういう至急放射線量も測るし、こういう行動が行われたっていうことが分かるだけで、他ではなかったんですかっていうのが、例えばちょっとすごく曖昧な材料で申し訳ないんですけど、実家が寒くないの人がちょっとですね、他の時間がね、今日はで、あとね、昼食に交流しようっていうことは、はい、そこで分かると思ってますね、分からないことは分からないっていう。ありがとうございます。ご質問どうもありがとうございます。吉田と申します。発生源が自治体というのはちょっと理解できないので、発生源、はい、放射の廃棄物、はい、これ東電ですよね。東電が発生源じゃないのかということをお聞きしたいと思います。それはそういう意味ではもちろん東電ですね。有名な会社分の裁判で、
東電の主張は無所物っていうか、あの原子力施設から放出されたことは認めながらですね、放出された途端にその原子力施設から離れちゃうわけですよ。離れたら無所物になる、持ってる無視がわからないなしのものになるというのが、だけどもちろんそうなんです。発生源は東電です。したがって東電に引き取れるという、そういう話だ。おっしゃる通りです。はい、ここにご言いますでしょうか。ないとでしたらちょっと横須賀市議の小室様と横浜市議さくら様から一言ずつ1分くらい前か、まあ、この場でも前の方が映るから追加すぎてる人は嬉しい。皆さんこんにちは。横須賀市議会議員の小室和枝と申します。金曜日ですね。金曜日は横須賀市議会本会議がございまして、この問題、横須賀のこの問題につきまして一般質問の取り上げさせていただきました。これも一人で市民の中で、横須賀市民の中でこの問題をずっと5年間追い続けてきた方がいらっしゃったことと、何しろやはり横浜市の問題が今回こうやって世間に対して明らかになったことが私たちの背中を押してくれましたので、やはりこのままではいけない、本当に知らない方が多すぎることがまず問題だし、それを行政の方が知らないことをいいことにしていることが本当に問題だと思っていますので、今横須賀市は若い世代の人口がどんどん市外に流出しているという大きな問題も抱える中、本当に子どもを大切にしている姿勢をぜひ見せていかなければいけないなというふうに思っています。今日はありがとうございます。横浜市議さん、さくらさん、最初に声を上げられて、で今回は本当、この間委員会は私、傍聴したんですけど、もう自民党、公明党、共産党、皆さんがもうこの問題に参加してくれてたので、感動できました。皆様、お疲れ様です。横浜市会議員の井上さくらと申します。会派としては無所属ネットという会派で、まあ、大変議会の中では少数派ではあるんですけれども、まあ、この問題一番最初に気がついてしまったという責任もあってずっとこだわり続けてきました。それで今まあお話があったようにかなりですね、市民の皆さん、それから保護者、当事者の学校の保護者の方たちが学校に問い合わせをしたり、地域町内会にまで署名を回したりとかですね、これが大変やっぱり有効だったなと思います。でそして学校や PTA やそれから教育委員会までもこれは対応に大変困ると、でマスコミが取り上げてさらに広がって、今まで知らなかった人たちが知るようになって、でどんどん、まあ、さっきの横須賀 の市議の方もあったように他の市町村もうちはどうなってるんだろうというふうになっていくという中で、教育委員会としてこれは何とかしなければならないっていう大変、まあ、なんていうんですかね、せざるを得なくなって今回学校と保育園、まあ、ずっと問題にされてきたんで、学校と保育園の指定廃棄物とそれから除染して、どかしたゴミですね、これを、移動するということが決まりました。これはすごく大きな、まあ、普通だったらできないことです。普通行政が大丈夫だと、安全だと、しかもそれを対外的に何度も繰り返して主張をして何の問題があるんですかというふうにまでこう反論してきた問題について、ついにそれを移動させるというこの方針をですね、大転換させたわけですから、本当になかなかできないことです。本当に皆さんありがとうございます。丸々2年、大変なエネルギーと時間と家族、家庭や仕事を犠牲にして取り組んでいただいて本当にありがたいと思います。でその上でですね、だからやっぱりこれはそういう声がなければ動かなかったということと、もう一つはこれはちょっとその課題の面なんですけれども、今横浜市が移すぞと決めたことはこれは良かったんですけれども、
まだですね、学校や保育園で保管するという方針が間違ってましたとは言ってないんです。でまたですね、今回も非常に、対処療法って言いますか、言われたところは移しますと言ってるんだけども、先ほどありましたように安全だから大丈夫だから埋めなさいよって言って先に言うことを聞いて埋めちゃった学校とか保育園、これはむしろ素直に市の言うことを聞いたわけですね。でちょっとどうしようかなって思って持ってたところは回収するけど、ちゃんと言うことを聞いたところも学校保育園はそのままにされちゃうと、どうなんだこれがっていうことがもう一つあります。それと実は今改めて調査して分かってきたことなんですけれども、先ほどの一覧表にあるような学校に、学校保育園のですねマイクロスポット対応で、基準を超えたんで除染しました、取っときました、あるいは埋めましたの一覧表に入ってない学校があるということが分かってきました。それは横浜市が、全部で20校って、なっていますよね、一覧表の中で。それは横浜市が公式にマイクロスポット対応っていうのを方針を定めて教育委員会から指令を下ろして、それに対して調査をして基準を超えたところなんです。でもより親や市民に言われて先に横浜市が公式のマイクロスポット対応をやる前に自主的に線量計を持って測った、でまた市民や親が心配して測った、そして非常に高かった、だから教育委員会からは何も言われてないけどこれはまずいねと言って自主的に取った学校があるんです。これはある意味大変まともな対応してくださった学校です。それが今調べた時点で少なくとも市内で、横浜市内で6校あります。でそこは言ってみれば高い線量があったんで取ってるんです。で私もそのうちまだ1校ですけど見に行って今どういう状況かということで自分で線量計で持って測りましたけれども 1.3 マイクロシーベルトとかになってます。だから明らかに今横浜市が言ってる基準を超えてるんです。で実はそのことを学校は教育委員会に報告してますと校長先生は言ってくれました。でも教育委員会の方ではさあどれでしたっけねとでそれらの書類を出しなさいって今言ってるんですけど、いやどこにあるか分かりませんってこういう状態になってます。だから要するに今横浜市は大きく踏み出したんだけれども、それはまだ親に言われて市民に言われていやいややってる状態なんです。だから本当に危険なものを何とかしようっていう根本的なところの動機ではないので非常に取りこぼしが出ちゃってるっていう状態があります。私としてはぜひこれ取りこぼしをしないように、埋めたものもそうだし、それからちゃんと把握されていないもの、これらについてもこの際全部調査をして、でもう一度これ実はこの会としてどうするか別なんですが、学校保育園以外でも持ってるところがあります。それは土木事務所が道路の濃かったやつを取り除いたので、少なくとも港北土木事務所と鶴見の土木事務所は持っています。これは指定廃棄物です。だから本来国の管理しなきゃならない指定廃棄物を持っている土木事務所もある、それから除染して公園に埋めちゃった公園もあります。どこまで広げるのかっていう話はあるんだけど、少なくとも今把握できているものと調べれば分かるものに関しては何とかさせなきゃいけないと思ってます。で一個だけ言うと、実はそれをやらなかったがためにこれは学校保育園ではないんですけれど、この中区にあるケアプラザというところがやっぱり基準よりも高くって非常に高い線量だったんで取っといた除染ゴミがあるんです。でしかしさっき飯野さんの写真にもあったようにビニール袋に入れてちょっと倉庫に入れといたようなものだったんでケアプラザの職員がわからないで捨てちゃったの。で捨てちゃってどうなったんですかってゴミ、普通のゴミで出しちゃったんで焼却されてます。何万ベクレルだったと思います、多分。でしかもそのことを後になって横浜市が埋めろ指示
事を出したときに、そういえばあのケアプラにあったゴミどうなったというふうに横浜市が中区に聞いて、中区がケアプラに聞いたら、探したけどありません、ないよ、どうしようってことになっちゃって、で中区の職員が指令を出して、じゃああったことにしようってなって、なんと土を適当に取って、でゴミ袋に詰めて、その写真を撮り、そこに染料計を当てて、で、あのこういうゴミがあったと、こうありました、市の言う通り、で、あの埋めましたと、埋めろっていう指示だからって言って、そのケアプラザの裏庭の方に埋めたんです。嘘の土ですよ、嘘の、なんでもない土をゴミ袋に入れて、そこの上にまた染料計を置いて、異常ありませんっていう写真を撮って、それを公式の文書にして横浜市に送ってるんです。でこれは完全な公文書の偽造であり、まあ、あの隠蔽と偽造、あのそれもそのものも偽造工作でもあるし、文書も偽造ですからね。でこれはあの事件になっております。でただしまだその職員の処分もされてないという状況で、問題がこのままだとこれも曖昧にされてしまう。でやっぱり問題なのは、あのごめんなさい長くなって、要するに今行政はこの放射能事故、原発事故、放射能汚染なかったことにしたい、いつどこにそんなものがあったのということを、まあ、人々の記憶からも消し去りたいし、物自体も見えなくしていきたいしっていう、そこの動機が一番強いんですね。だから騒ぎは収めたい、物が、あの人が知らないならば置いとけばいい、知ってしまったなら溶かせばいい、隠せばいい、こういうことになっていると思います。だからあの原発事故、放射能汚染なかったことにしたいというものすごい巨大な動機とですね、これは横浜市もそうだし国もそうだと思いますけど、それが続いているという、でますます多分強まっていくと思います、あのオリンピックなんかに向けてですね。でそれに対して一方で福島の原発事故はもちろん収束していない、今でも空中にも海にも出ている、そして再稼働が始まっているということはまだあるかもしれないと思っておかなければならないわけです。その時に横浜市はまた学校や保育園埋めるんですかと、あの方針が間違ってると認めないということはね、またやるんですかってことになりますので、まあ、これはあの、あのぜひですね、今後もね、あのこう要するにそういう大きななかったことにしちゃおうっていうこうモードに対して、いやいや違うでしょうってことはやり続けなくてはいけないなというふうに思ってます。どうぞまたよろしくお願いします。ちょっとじゃあ指名で私の拙い感想をお話しさせていただきます。今ねその取りこぼしっていう意味ではいろいろ出てきて、またちょっと頭痛いんですけど、まあコンクリート建屋もできることだしやったぜっていう気持ちと、反面まあそのまだまだちょっと残ってる学校もあって、ちょっと一応これ中継もされて読み上げますね。保育園では5園がこう同じ条件でね、まあ、空間占領が下回ってるっていうだけでプライムで埋めちゃった残念な保育園がザ・チャイルドクラブ希望が丘とか横浜保育室ホーユーですとか、わらべシーサイド保育園、根室聞き立てらお保育園、南広市保育園、間違ってないと思うんですが、小学校が笹山小、浜リア西小、丸山大中、上白根中、これを聞いてるね、該当校のお母さんたちね、ぜひ、今回本当声を上げるっていうことが、該当校の方すごく大変だったと思うんですね。その子供を人質に取られて、こうやんやんやんや言うのは大変で、私たちはもう該当校じゃなかったので、こう半分、これ、なんでこれをやったかっていうと、そもそも、まあ当然でしょうと。そのせっかくかき集めたりねして危ないからって言って掃除したものを、さくらさんも当初つぶやいてましたけど、埋めるか普通っていうね、埋めないでしょドラム缶そんなの置いとかないでしょって、これはまあやるだろうな、当然だろうなと思って、当然のことを当然のことをさせようっていう、もうそのパワーだけで動いたら、まあ、当然のごとくちょっと動いたなっていうのがぶっちゃけの感想なんですけれども、もうそもそも難しいこともよく分からず、指定廃棄物っていう言葉もちょっとムカつきますね。言葉をごまかしてる日本語ってたくさんあると思うんですけど、要は高濃度に汚染された放射能なんで、それを学校に置いとくのはやめようねって
素直に一主婦として思ったので、ちょっとおせっかいとしてこういう運動をやってたっていうのが、まあ、実態で、あとは言いたいこと、そうですね、私もその311で降った時から2年くらいは横浜に降ってるってことは知らなかったんですね。ずっとガラケー でスマホに変えていろいろちょっと見てたら、え、なんか横浜も降ってたと。で、給食問題ですごい頑張ってた人たちもいたと。で、その頃自民党の南区の市議さんがこう学校を掃除してくれてたってことも知ったりして、本当横浜市はすごくみんな頑張ったなとちょっと思うんですけど、やっぱりその知ること、あと知ってからも知ったけどなんか別にあっそうみたいな声上げない人も多いと思うんですけど、やっぱりたくさんの人が声上げていけば変わるし、今回もそのこの春からだんだん仲間がこう声を上げてきて、メディアも動いて、で当然のことが当然のことが動いた。やっぱり横浜ってその福島に比べたら被爆も少ないかもしれないけれども、降ってるんだよっていうのをね、その難しい学者が言ってもあれかもしれないけど、ちょっと隣の近所のおばちゃんが降ってたのよってね、でその辺も、まあ、まだまだ汚染されてもるかもしれないしっていうのもやられてる方もいますね。一生懸命その犬とかね、猫散歩しててやっぱり怖いんですよね。やっぱり測ったら、この間も横浜で私参加した80ベクレルでしたっけ、普通にあるんですね、公園の木の下を掘って測ってくださる、無料で測ってくださる、ちょっとごめんなさい、団体がするときみんなのデータサイトっていう名前皆さん覚えてますか。はい、普通にその辺どんぐらい汚染されてんのってこう、なんていうかな、あんまり高いところをわざわざ測るとかじゃなくって、普通の犬が散歩しているようなところどのぐらいなのってなった時に、私は、南区の公園でみんなでこう喋って掘って測ってもらったら80ベクレルが出てるっていうのを目の当たりにして、ああそうかって思いましたね。で、今食べ物は100以下だって言われてるけど、99だって食べてるかもしれないとかね、やっぱり気がついた人が声を上げてで行くことの大切さっていうか、もうその市議さん、メディアさんもすごく協力してよかったなと思ってます。で、あと取りこぼしを頑張って片付けさせましょう。はい、この問題がね、なんかこうそうやって全国的にちょっとなんか行政ってなかなか変わんないけどちょっと動いたぜっていうなんか勇気づけになったらなと、嬉しいなと思います。はい、やっぱり子供はね、守りましょう、はい、敏感な子供たち、被爆の問題ってこれから本当どんどん出てきて、なんか元気ないわって、何が原因だかわからないっていう、その放射能の、ね、原因もたくさんあるのに、目にこう原因がはっきりしないようなこともね、出てきてからでは遅いので、そうですね、まあ、一旦はこれね、終わりですけどねそのさっき挙げたね、保育園、小学校、あとはうちにもあるぜっていうところはもうこのコンクリートにどんどん入れていきましょうはい、どうもありがとうございました。何かありますか、大丈夫ですか。最後にもう一度、質問し忘れた方とか、あ、今聞いてて思い出した、ちょっと時間がまだ残りちょっと5分でございますので、はい、ありがとうございます。すごい皆さん、お母さんたちの頑張りすごいなと思って今日初めて伺いました。青木さんがいらっしゃってるので、ぜひ神奈川県のことじゃないんですが、福島県で、フレコンバッグの土とか除染されたものが今焼却されて20個も焼却場が建って、でしかもそこで、バグフィルターで一応、煙の処理してるってことなんですけども、そこから出たその、いわゆる焼却灰ですね、それがその、高速道路の路盤材になったり、エコセメントっぽくなって、全国にそれがこれから散らばるというか、全国にそれが配布されて使われるということ、それをですね、もうすでに行われてるわけなんですけども、それをなんとかその、全国に散ら
罰してなかったことにするというその今の状況を何とかできないものかと焦りつつ思うんですが、そこら辺はどんなものなんでしょうかね。神奈川県の中の、その、廃棄物を処理しました、はい終わりましたではない、これから全国にそういうもので要するに全国が負担させられるということについて、大変懸念しておりますが、ですね、僕自身放射性廃棄物拡散阻止 3.26 政府交渉ネットという、まあ、市民団体なんですけども、2012年の時に、瓦礫の問題でですね、瓦礫が全国公営化されるって言った時に、2012年の3月26日に環境省を引っ張り出してきてですね、参議院会館だったかって、まあ、200人ぐらいで、交渉をやったんですね。でそのメンバーの一人なんですけども、まあ、そこの 略称で 3.26 政府交渉ネットというんですけども、そこで今おっしゃったつまり一旦指定廃棄物にされていたのはですね、セシウム134というのは半減期が2年なので、一旦発生上で、環境省にも届けてたんですけども、時間が経過するとですね、発生の一切になってくる。で時間が経過したやつについてはもうこれ指定廃棄物ではなくて環境省が処理責任を負うことについてはですね、解きましょうというような話が一つ出てきてます。だからこれも一旦決めておいてですね、そしたら1000年間放置しとけばですね、これその100メートルぐらいになってですね、放置しとけばいいんですかっていうね、処理責任どうなんですかっていう、そういう問題がまず一つこの指定廃棄物についてはあります。であとですね、6000以下についてはですね、これについては公共事業の路盤材の下にですね、一般的に考えた時に掘り返さないようなところに埋め立てていいんじゃないかっていうのが今動き出しています。でこれもちょっと待ってくださいよと、その道路って言ったので災害があった時に道路が寸断されてむき出しになっちゃうことなんかもあるわけですよね。でむき出しになったらこんな危険なものが出てくるっていうね、つまり100が今の基準なわけです。で暫定的にしょうがないって言った基準を何十年間もですね、要するに私たちが付き合っていかなきゃいけないようなところに埋設してですね、でこれでよしとするやり方はどうなのかという、でこれについてもまあこの間一回環境省との交渉を行って、まあまだこれから継続してやっていくっていう動きになる。で、じゃあどこからこの問題を取り上げていくかといっても、なかなかですね、指定廃棄物問題といってもかなり、もう少数の人たちしか取り組まないというような問題になってるんですね。ただ身近な問題でこの汚染廃棄物の問題でやっぱり学校の中に保管されてるっていうのは本当にもう多くのお母さんたち、保護者の方たちにとってもう身近な問題にこの問題なっている問題なんで、まあ、この問題は、まあ、ある意味では、ね、文科省に、とにかく学校外に撤去させるというような形を通して背景にはこういう問題が今おっしゃっている問題もあるんだということを一緒に考えていけたらいいなと。ありがとうございます。あと一人だけお願いします。はい、横浜国大の教員です。先ほど国際進歩の紹介いただいたんですが、実行委員の一人で、市民の方々に発表の場を作って主張したんですけど、力になれて幸運です。で、ちょっと教育学者なんですけど、私いろいろその感覚から見て、伺いたいことなんですが、先ほど井上議員から、まあ、一般的に私の方でっていう。
ご意見伺ったんですが、学校の教育委員会のその考えが何なんだろうかっていうふうにちょっと伺いたいんですね。感染症であればすぐに動く教育委員会がなぜこのことではもたもたしているのかってことはすごく私気になっていて、で一つは現場の先生が判断するのは難しいことだなと、私すごく多忙化の問題も直視して思っているので、やっぱり行政としてしっかりとはっきりこういうふうに処分しろ、こういうふうな形でこういうふうに詰めて、こういうふうにどこに運べっていうことをちゃんと命令するべきことだと思うんですね。なのになんで教育委員会とかまた市、そして県とか国なんかも含めてそれぞれ段階がずれると思いますけど、もたもたしているのか、大木さんから考えてですね、どのように思われるでしょうか。この間ですね、保護者の団体とで教育委員会で保育園の管轄の行政担当者との交渉の時にお話聞いていてですね、で今先生がおっしゃった疑問点、僕も同じように感じました。彼らの言い方はですね、小中学校の現場の責任者、つまり校長先生たちが安全に管理しているっていうんでですね、安全に管理されているものと考えていますということだったんです。それでじゃあなんか話の中でこれ撤去していくっていうことについてどう考えてるようだと、つまり撤去するっていうことを考えたんだけども、引き受け先がなかったんで撤去できませんでしたみたいな話があったんです。撤去するっていうことを考えたんだとしたら、教育委員会としてこの問題についての基本方針、つまり放射能汚染物はですね学校施設に置いてはいけないっていうような、そういう基本方針を議論されたんですかって聞いたら、お答えはなかった。で、これ、僕自身、がれきの問題でですね、全国の市町村、自治体にとっていろいろ交渉したりしてるんですけども、こういう問題についてはですね、全部国に右にならないんです。で、独自の判断、普通に考えたときに、今言ってるようなことって別に特別な判断でも何でもないわけですね。皆さんが考えていろいろ主張しておかしいところはおかしいってことを言っていけばいいんですけども、スポンサーはですね、国なんですね。で、国がお金を出してくれるんだったらもうあんまり 大きな騒ぎにしないでというような対応がずっと見て取れました。だからその根元のですね、首を根元の国をですね、なんとかしていかないと、やはりその握りがない状態が、本当になんていうか世の中を悪くしてるんだなというふうに感じました。はい、ではそろそろ終わりにしたいと思います。そうですね、あと後ろで本の販売も、青木さんの本ですね、販売しております。後ろにですね、なかなか本屋さんで、本屋さんで置いてたんですけど、本屋さんでなかなか、見つかないと思うんですけども、がれきの問題で5年ぐらい、まあ、飛び回って戦ってきます。で、がれきの問題はですね、有史時代、百姓一揆の時代まで遡ってですね、市民、つまり民衆の戦いが国を相手にして勝った戦いではないかと思う。で、その戦いの原動力が、子供を被爆させてはいけないというお母さんたちの、でお母さんたちが避難するという、何万人もの人が子供を連れて避難するというような、もう本当に戦いとですね、それでネットワークを駆使して、行政の動き、
を逐一みんなが共有していくっていう新たな戦いによってですね、百姓一揆の時代まで、含めて、あの時代はですね、たとえ殿様に、意見が通ったとしても、意見を出した直訴した人たちがみんな貼り付けになったりだという話になったんですけど、まあ、貼り付けになんないでですなおかつその国の公共を、破綻させたというそういう記録です。それはあの、今回の、皆さんのいろいろ努力を見てまして、こういうのも少し参考にしていただければよかったのになということなので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日ツイキャスやメディアさん本当にありがとうございます。あと神奈川新聞の松島さんも、参院選公示日の前日に一面にドーンと出していただいて、あれもかなり議員さんたちも見てくださって響いたと思います。あと該当校の保護者の方たち、あの顔は、ね、出せないけど一生懸命頑張ってございました。皆さんありがとうございました。それでは終わります。